こんにちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。その今手につけてる時計ね、ちょっと前に紹介したんですけど成田東は初めてで回るよね。超初めてです、ね、はい、初めて回るのとスコア出ないよって言われました。そう、 GT4 を活用してハーフを、はい、森ちゃんのラウンドマネジメントとともにお伝えしていこうと思いまして頑張りますじゃあお願いします。はい、はい、7番500パー5。みんなちょっと待ち。あ、なんか活用してる。してる。あ、早く返して。全然だ。早く返して。嫌だね。左バンカーの手前。左バンカーまで届かない、上げてるし。じゃあバンカー方向で行きます。おお、いいね。イエイ。いや、やっぱ伸びてるんだよ。落ちないんだよ。キャッティ後ろ飛ぶしね。高さがで、高さね、まあ、高さが高い、普通に、あの、いつもよりね、いい高さ、本当なんか落ちない高さ。なんでなんだろう、わかんない。でもこんなアゲンストであんな上がっちゃったらやばいよね。まあ、アゲンストだから上がってんのも。いや、でもなんか伸びてってるんだよね、なんか普通に。損してない。変わったか、水野さん。成長期、いくつになっても成長期はあるんだな。だからゴルフは面白いと。はい、行きましょう。はい、よいしょ。よしよしよ。伸びないんですよ。なんか突っ込まれそうだし。やっぱそれいい？めっちゃいい。なんか特にほら初めてなんで。ここがね。そうです。ここのコースが初めて、ま、このコースを初めて回るんで、めっちゃいいな。しかもさ、初めて使って。使いこなしてるよ。簡単ってこと。もう自分のもののように使ってるからね。もうこれはあのフェアウェイ真ん中。いい。わあ。いいよ。いいね。いいね。なんか。いいよ。上出来って感じ。すごい自信持って打てるな。これあると。そのさ、ここ難しいよって言った知り合いの方にさ、その GT4 そうか、進めればこれあれば多分もう大丈夫よみたいな言うてあんまスコア良くないんだけどね何が誰が今あ私のね、スタッフ帰って練習します。また高い目でお見守りください。なんでいつも同じスコアで回れないのかね。昨日がね、うん、普通にラウンドレッスンでお客さんと回ったんだけど、うん、普通に60台で回れたのよ。あ、じゃあラウンドレッスンだったらよく回れ、いい風に回れんじゃない。まだね、カメラ慣れしてないんだよね。じゃあみゆちゃんのラウンドレッスンでちょっとね、ちゃんと練習させないとダメだよね。でもさ、みゆちゃんのラウンドレッスンだとさ、自分が多分打てないかもしんない。もう自分が打ちたかったよ、あの時の気持ちとしては。なんかね、96、100、まあ、ピン奥だからね、100打ちたいんだけど、さっきからなんかね、飛びすぎてる感じするから、ちょっと短めでいきますね。ちょっとアプローチ打ちで。ちょっと持っちゃうじゃん。うん、やっぱ飛んでる。なんか飛んでるよね。成長期だよ、今森さんは。でもあんまりアイアン成長いきなりされると困るね。これ、いや、全部だよ。なんかショット全部なんかちょっと高くなって、ま、ヘッドスピード上がったかな。ちょっと見てもらおう。このね、教わってる先生が飛ぶからね、やっぱ飛ぶ人になると飛ぶようになるんだろうね。ああ、まあそうかもね。うん、バーディーパット、そう持ってるよりもちょっと大きめに読んでスカップオーバーさせましょう。とにかくやってる通り、よいしょ。よいしょ。パーです。よし。よし。オッケー。はい、8番ホール399ヤード、パー4です。右全部池だわ。左にバンカーあるけど、超えるわ。次がちょっと高い。おお、これもいいよ。ございます。何、どうした？
成長期でもここ良くてもね、本当。パターよね、パター。え？パターだよね。大箱根の時もそうだったもんね。そう前半、ね、何なんだろう。そうそう、そっからなんかそうしょった今年入ってそう、あれなんか飛んでんないって。パターがね、そう。パターの調子がおかげで悪くなってるんで、なんかわかんないけど。パター、パター。パター教えてもらわないと。パターリズムかな。あとで動画見返そう、これ上がったら。自分で。自分のゴルフって分かんないからね、すごい聞いちゃうよね。ああ、そうだよね。レッスンプロでもやっぱね、見てもらうもんね。見てもらう。で、うん、分かんないよね、やっぱね、自分のやつはね。そう。おお、真ん中。真ん中です。早いな、これ。やっぱ一人って早いっすね。でもなんか寂しいよね。寂しいなって思っちゃうな。寂しがり屋だからさ、なんかないし。でもこの画面の後ろにはいっぱい皆さんいます。寂しくない。声がさ、ね、今度はリアルタイムでさ、ライブとかないの？コメントとかさ、なんか。もっと寂しくなっちゃう。多分誰だと視聴者数が下がっちゃうから。ねえ、あえてよ。リアルタイムで見れる人はやっぱ少ないから、もっと寂しくなっちゃう。なんかさ、声がないのがちょっと寂しいよね。でもやっぱりね。みんなで回るのが楽しいんだよ、ゴルフって。いや、そうだよ思った、なんか、うん、もうちょっと当たってない。なんかストレートボールになっちゃったね。あ、でもそれでも捕まってんだ。いや、でもやっぱ飛んでるわ。なんで？絶対手前だと思ったんだけど、うん、ちょっと番手選び悩むな、これから。あったかいからなのかな。半袖になったからじゃないですか。え？半袖。そうだよ。みんな多分今日は半袖で待ってるよ。私が半袖なんだもん。みんな半袖だよ。すごいとこにピン切ってあるよ、これ。ああ、このなんかあれだね。うわ、やだね、これ登って。地球のてっぺんみたいな。下るみたいな。あ、今の私には打ち切れなそうななんか感じじゃない？この辺そんな打ったらやばいでしょこれ。うん、どこここそれぐらいかな。この辺それやりすぎじゃない？この辺、あ、やりすぎ。でも横ぐらいでいいのかな。ちょっと森ちゃんの目安の通り立ってます。あ、切れない。おお、意外と。もうこれ難しいよね。もうちょっと強く打ったらもう下ってるもんね、ビョーンって。もうビビるよね、きっとね、これはね。はい、はい、パーです。よいしょ、153ピン奥。おお、傾斜はこうだね、やっぱ受けてるんだね。うん、でもなんか今日飛ぶからなんかすごい迷うんだけどな。あ、まだあれか。うん、前がいるんで。この風が厄介だね、結構強い。うん、さすがに寒くなってきたな。はい、最終ホールです。9番158ヤードパー3、超受けグリーン。でも158だけど今日は飛ぶので、バンク下げて150ぐらい本当は打てる。6番で打つで。これいいと思うよ。うん、奥乗ってるもんね、これ。どこ行った？あの奥に乗ってるんですけど。あ、ね、飛ぶね。結構そう行ったなと思った。これから私150ヤード7番アイアンですって言うかな。いつもね156番アイアンだったんだけど、なんか飛び始めてる。うん、まあ本当なんか一番手はなんか、いや、明らかに俺が見て明らかに高さと伸びが違うから。違う、結構本当に飛んでんだよね。やばい、ちょっと調整中です。あのね、高さがそのカメラのがあれ思ったりもうちょっと引いて撮っとかないといけないかっていうふうに思ったぐらいだから。本当やばいわ。そうだから全然撮ってなきゃやばない。なんかすごい飛んでるね。すごい飛んでる。調整中です。そんなこともあります。
教えてよ。飛ばしを飛ばしの動き。ほら、オーバーしちゃってんの、ね。そう。どういうこと？やばいでしょ。どうしよう。なんかボールが落ちてる。あ、ちょい下り入るけど、今日打ててないからちょうどいいかな。うん。なんか確かに。いや、ちょうど良さそうな。ちゃんと意識して。お、あ、ちゃんとなんか超えた、超えた、超えたわ。やっと打ったけど、もう最終ホールだよ。リン、おい、パーレッス、お疲れ様でした。したらさ、せっかくだからさ、その GT4 でさ、はい、あれスコアとかスマホで見てみようかな。はい。行くね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあちょっと早速初級ホール、はい、スコア終了して保存しちゃってください。はーい。同期してるって。あ、来た。来た。来ました。はい。スコアですね。フォーは40回でした。うん、確かにここをよく回ってるお客さんから、まあ、初めて回るとあんまスコア出ないよっても言われた通りかな。先がでも分かりにくかったけど。まあ、これもあったし結構自信持って普段だったらなんかちょっとこうビビっちゃうところ自信持って打てたところはあるかなと。ただまあ距離がちょっとなんか若干縦の距離がなんか伸びちゃってたからなのかなんかパーオン率があまり良くなかったかなっていう感じはするかな。なるほど、はい。なんかグラフを押すと心拍数とかもう9ホール分ぐらい多分見えると思うんですけどなんか面白くなってます。うん、最大心拍130とかになってる。いつなんだろうこれ。すごいね。いつか言うのやめようなんか。え、そうなの。これ面白いじゃん。あ、ちょっとこれ奇跡？奇跡っていうボタンがあって今押してみたんですけど、うん、自分が何かピョーンピョーンって上空からこう撮って、うん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 、どこに打ってってどういう風に攻めてったかじゃないけど、うん、全部これ見れるわ。あー、こんなとこ打ったのみたいな感じ。あ、これ面白い。あ、すごい。これはいいかも。なんかフィードバックするのに。本当。え、普通なんか多分忘れちゃう人多いと思うんですよ。ラウンド終わっちゃって何番ホールどうやってなんかスコア分かるじゃないですか。ボギーとかダボとか、うんうんうん、でもどうやってダボ取ったっけなみたいなその壁が。思い出さなくても、はいはいはい。まあ、確かにね、特にちょっと日にち経つとなおさらね。そう逆にこうほら教えてる私たちもこれ見せてもらえればダボでもほらねどういう ダボだったのかただ OB したのかとか、ね、行ったり来たりここでしちゃってるのかその手前でやっちゃったのか分かるから。あ、なるほど。プレイヤーもティーチャーもすごい参考になるというか勉強になるというか助かる機能ではあるかなっていう感じはする。自分でもなんかいいのこれ。これいいな。思う人。まあちょっとね、あの今回ファーウェイさんから GT4 を、はい、ゴルフナビ機能がアップデートされたっていうのでちょっとお借りしたので、まあ、せっかくなんでちょっと9ホール使いながらっていう感じでやってもらいました。はい、じゃあ返して。このまま使うもんね。返して。すごいよかった。はい、顔。なんか生徒さんにも使ってもらうぐらいの勢いだから。そうそう、ちょっと使ってもらいたい。本当に腕時してればいいから。そう3月末下旬、まあ、これが公開されてる頃には多分、ね、あのもう持ってる人には通知が行くって言ってた。あのアップデート、そうアップデートってほら通知行くじゃん。はいはいはい、でアップデートしたら俺なんか加わったぞみたいな。あ、じゃあぜひアプリと一緒に。そう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 、どのね携帯使っててもいいんだろうから、うん、ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。